マスオゲームズです。はい、皆さん今回はですねマスクラ2021パート19やっていきたいと思います。まだパート1からパート18見てないよという方はですね再生リスト作ってますのでぜひそちらからチェックしてみてください。ということで今回はですね後ろに見えるネザーに行きたいと思います。本当はね今回建築したかったんですけどある材料が一つ足りないなってことにね気づきまして、まあ今回ネザーに行くことにしました。でそのアイテムというのがですねネザーサンドが足りないんですよ。で覚えてますか皆さん、僕のネザーのそのポータルがつながっているところネザーサンドがないんですよ。しかもネザーサンド取りに行こうと思って結構なね危険な旅になるっていうね、はい、ところではあるので、まあ今回はですね本当に気をつけて冒険しに行きたいなと思います。では早速冒険行きましょう。レッツゴー。でアイテムはこんな感じで一応まあ大丈夫だろうと思うアイテムは揃えてきました。で本当はね動画外で少しこのねネザー冒険してそのネザーサンド集めようと思ったんですけどないんですよね本当にこのネザーのゲートの近くに。ですのでまあ仕方なく今回はパート一つを消化して取りに行きたいと思います。いや本当にね迷う、これにパート1使ってしまうのかっていう感じではあるんですけど、じゃあ早速行きましょう。で覚えているでしょうか、こういう風にですねさっくりとこうマグマに落ちるようなねそういうこのねネザーポータルのね場所のね仕様になっております。でここもずーっとまっすぐ掘ってってみたんですけど何も繋がってなかったんですね。こっちあれ繋がってない、これやばいなってことで違う方向に掘ってみました。その掘った方向がどっちだったっけな、本当にねめちゃくちゃ掘ったんですよ。こっちかな、こっちにめちゃくちゃ掘って右の方に行ってでここもタカタカタカっと行って動画外でねマジでめっちゃくちゃまっすぐ掘ったんですよ。ただまあ、どこにも繋がってない、こりゃやばいってことであちら側にもう繋ぐことにしました、道を。ですので今回はまあ、非常に危険なね旅になるのかなっていうことで、まあ、動画にしてるんですよね。相当危ないじゃないですかこれ。ですのでまあ、こんな感じですよね。皆さんが待ち望んでいるマグマダイブが本当に見えるかもしれません今回。まっすぐまっすぐ、うわー怖いよー。あでも意外と近い、あそしてあのブロックってネザライトでしたっけ、ちょっと名前がいまいちあやふやなんですよ。おやった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 、おーあっだよ、うわあ、ああ、ああ、やばい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 、一回逃げよう。で、これをゲットしたいんだよね、今日。これが、あ、ソウルサンドだ。僕、普通に間違えてましたね。ソウルサンドって言うんだね。でもここさ、うわ、やばい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 、骨だ。うわあ、やばい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 。とりあえず隠れられたけど、やばいよこれ。ここ落ちたらマジで終わる。どうしよう。とりあえず食べよう。いや、うっそ。斧で戦うしかないか。よっしゃー、ここ、なんとかの森だよね。あー、やめて。うわー、青い炎だ。すげー。でもここって別にレアとかそういうわけじゃないのかな。うん、こんなにすぐ見つかったってことは。まだ森とかもさ、行ってないから行ってみたいわ。ちょっと探検してみようよ。おお、すごい森だ、真紅の森か、真紅の目。すげー、あ、やばい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 、おい、うわ、やばい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 、マジでやばい、やばい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 、逃げるな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 、マジで。お、足が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 、あぶねー、助かったー。いや、ちょっと、ここは、冒険したいけど、まだダメだわ。残念ながら、今回、弓は持ってきてないから、ちょっと逆方向だったら一回ちょっと見てみよう。やべ、こいつ攻撃してくるやつか、やべ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 、ネザーめっちゃ危険じゃん。うわー、ちょ、
言ってんだ。落とすしかない。よっしゃ、やばい。どいつが攻撃モブか、どれが攻撃モブじゃないかどうかわかんないよ。いや、マジで危なかった。こっから勉強していくしかないっすね。はい。で、こちら側も一応見てみましょうか。キノコが生い茂っているところがあるのと、お、やばい。やばい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 。あいつやばい。よっしゃい。あぶねえ。やばいやばい。来るって。あ、これダメだ。ネザーやばいところだ、マジで。うわ、あっちもいるし。ゾンビビッグマンと違うんだよね。うわ、めっちゃ湧いてるんだけど。生きて帰れるかな。こういう時こそマインクラフトだ。あ、これゾンビビッグマンだ。嬉しい。そうだ、マインしようぜ。あ、違う、クラフトしようぜ。ここからマジで怖い。よっしゃ、やばいぞ、ここマジで超危ない空間になっている。よし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 、もう少し安全な空間にしとこう。次来る時も若干な安全地帯になっているんじゃないか。なんかネザーを忘れていた、これだけ危険なところということを。やばい、ああ、危ない、やばい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 、危ない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 。ただもうちょっとね、見学したいんだよな。で、次来た時のためにもう柵じゃないけど道も作っとこうよ。こうやって、危ない危ない危ない。よし、こーわー、ネザーの冒険の道が一歩開けたぞ。これでいざとなったら一瞬で帰れる。大いなる進歩、ネザーの道が開かれたり。これでとりあえず落ちることないでしょう。汗かいちまったぜ。こっからさ、上行けるようにしてみよっかね、階段的な感じで。とりあえずこうつけちゃおうか。よし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 、これで完全に道でしょ。わーお、おい、怖いっす。君ですか、この声。やばい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 、ちょ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 、やめて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 。今回はちょっと多めに見てください、この敵の。えって、定義を忘れた。どういう風にしたら攻撃してくるかとか、そういうの忘れちゃったっていうか、わかんないっていうか、落としちゃったし。とりあえずでもこれで上にも上がれる、二股の道ができた。どうしたら襲ってくるんだっけ、この子たち。もう怖い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 。あ、ホグリンだっけ。すげえ、初めて見た。わーお、広がっている。やばい、あいつやばいんだよね。あいつやばい、強いんだよね。やばい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 、やばいっすやばいっす。あー、やばい、あー強い。あはー、この子めっちゃ強い。あ、めっちゃ追いかけてくるし。あらあら、ここ通れる、ここ通れちゃう。あと、おー、うわ、ぐるぐる回ってきた、ぐるぐる回ってきた。やっぱ水曜やば、逃げ逃げろ逃げろ、危なー。おい、お前通れないのか、ここ。倒してやるぞ。えい、うへへへ、えい、え、あはー、強すぎる。このトラップが、あー、初めて倒しました。生の豚肉。喧嘩裏相手間違えたな。ははは。ここ怖いね。ここもうちょっとなんか広くしてあげたいけど。なんか勢い余って落ちちゃいそう、ここ。ここは、こういう風にしとこう。壁にしておきます。あーって落ちないように。やっぱシンクの森、来れましたね。これがシンクの目。これはネザーウォートブロック。キノコ、これライトとか作れるんじゃなかったっけ。シンクのキノコ。お、歪んだキノコもゲットした。これはシンクの幹。うわー、すごい。面白い。うわー。あ、これ掘ってみる一応。お、取れました。シュルームライト。そうだ、シュルームライトだ。ちょっといろいろ帰って見てみましょうか。撃たれる？うわー！撃たれる撃たれる撃たれる！あの人たちは何？何基準で撃ってくるの？勘弁勘弁勘弁。うわ、めっちゃ来る！助けて助けてくれ！うわうわ、こっちにもいるのが。あー、怖い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 。早く早く早く。よっしゃー！よし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 。
いやー怖かった、マジで怖かった。ただ今回の狙いのブロックはゲットできたし、さらによりいいブロックもゲットすることができましたね。シュルームライト、ちょっと次回までにネザーをもう一回勉強しとこう。うん、じゃないとちょっとね、ネザーどういう風に攻略するんだっけってことね、完全に忘れてるっていうか、やったことがないからわからないっていうのがね、本当のところですね。ちょっと待った、このシュルームライトここ使ってみる。家の入り口のここら辺にさ、フェンスとシュルームライトみたいな。でもなんか今までのさ、ちょっとまた違った感じで使えそうだよね、シュルームライトね。かわいい絵でシュルームライト、マジで好きだ。ここもね、そのうち変えるつもりなんですけど、ここはちゃんと入り口にしよう。あ、でも明るくなりそうですね、これでね。ということで、じゃあこれでお休みしましょうか。ちょっと一応外からの明かり見てみる？かわいいかわいい、入り口ってわかりやすいし、いいよ今回のマインクラフト。はい、じゃあちょっとお休みしまーす。いや怖かったけど楽しい、全然わからないところに行くってのがまたね楽しいですね。うん、最高。はい、ということでですね、今回はこちらで終わりたいと思います。今回のね、本当の狙いだったソウルサンドもゲットできましたし、いろんなアイテムゲットできましたので、ちょっとまたいろいろやっていきたいと思います。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。